はい、本日の純也チャンネルなんですけども、ただ女をやって生きてます日瀬ややさんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまず最初に自己紹介の方お願いします。はい、ただ女やって生きてます日瀬ややです。自己紹介、撮影会モデルと地下アイドルをやっていて、あと17アライバーをやっていて、楽しいことだけ掴んで生きていってます今。あとは何だろうな、YouTube は今あんまりやってないんですか？ YouTube はやろうやろうと思いながら、編集が、どうやればいいかわからなくて、でもやりたいと思って、オリジナル曲があるのでやりたいと思ってます。それは17ライブの方も今やってるってことですね。17ライブは、ライバーとしてやってます。ライバーとして、わかりました。じゃあちょっと質問ここからしていこうと思うんですけども、まずややさんがアイドルを志した理由って何かあったんでしょうか？アイドルは志ではなくて、ちょうど地下ライブをやっている撮影会に出させていただいたときに、そこのオーナーさんから誘っていただいて、それで地下アイドルをやらせていただいて、はい、はい、この日瀬ややさんっていうこの名前の由来って何かあるんでしょうかね？日瀬は、ずっと元漫画家なんですけど、その頃からその前の同人誌を書いてた時からひなはずっと使ってて、愛着があって、でひなは絶対使いたいって思ったのと、ややは江戸時代の時とかに、子供のことをやや子とかって呼ぶじゃないですか、それで私ずっと子供でいたいと思って、それでややってつけました。じゃあそこから取ったってことなんですね、はい、ありがとうございます。ややさんの好きなアイドルって誰かいますか？好きなアイドルはちょっとすっごい多分ブーイングだと思うんですけど、にわかなんですけど、ハロプロが好きで、好きな子だけの名前は分かるんですけど、全員のメンバーの名前は分からないぐらいな感じで、ハロプロがすごく好き で、昔は嵐がすごい好きでした。じゃ結構ジャニーズでいうと嵐ジャニーズは嵐でしたね、あとはもうハロプロオンリーって感じですか？ハロプロはそうですね、カワイちゃんも好きで、松岡茉優ちゃんが、モーニング娘。のライブで、共演したことがあるんですけど、それを松岡茉優ちゃんがすごい好きで、それを見てそこからまたモームスに行って、なんかボーノに行ってキュートに行って、今ちょっと鈴木愛理ちゃんにたどり着いてるみたいな感じで、いろいろさまよってます。わかりました、ありがとうございます。ややさん、好きな男性のタイプってどういうタイプの男性が好きですか？好きな男性のタイプは、尊敬できる人が好きです。尊敬できる人、私にできないことをさらっとやってくれたりとか、っていうのと、レディーファーストな方、重いもの持ってくれるとか、ドア開けてくれるとか、車道を歩いてくれるとかっていう、マナーのいい方が好き、タイプです。あと、ごめんなさい、芸能人でいうと、設楽さんがすごく好き。バナナマンの、はい、それは結構もう昔から好きなんですか？これも、すごいごめんなさい、にわかなんですけど、昔から毎日ノンストップを見てるぐらい好きってわけじゃないんですけど、YouTube とかでバナナマンコントとかって探して、昨日も見たんですけど、で見てます。昔から結構好きですね。お笑いは結構じゃ好きなんですか？お笑いは、コンビが仲いいコンビのお笑い芸人さんが好きで、ライセンス
さんだとか、はい、ロザンさんだとか、はい、今はちょっとよくわからないんですけど、あのヤバクとか、はい、あ、はい、じゃあ逆に仲の悪い芸人さん、あのコンビはあんまり好きじゃないって感じですかね。そうですね、なんかイガイガしているなっていう感覚があるのと、はいはいはい、楽しんでないなっていうのが分かっちゃうので、はいはい、なので、ね、仲良くて、はい、であの高校の時から一緒だったりとかしたら、はい、あのトークライブの時に、はい、高校の時こうだったね、ああだったねってファンを置いてきぼりにするぐらいなんか仲いいと、はい、なんかあ聞いてて楽しいなって思う感じで、はいはい、仲いい感じの、はい、お笑いさん、お笑い芸人さんが、ね、はい、ありがとうございます。ヤヤさんは作詞活動をするということなんですけども、はい、普段どういう感じで作詞はやってますかね。元漫画家だったので、で、書き留めておいたプロットがいっぱいあるので、そこからいいフレーズだけを抜き取って書いて、で、そこをつなげたりとか、そこから広げたりっていう感じで、はい、だろう、昔があってこそ書ける感じで、はい、今からゼロから生み出そうっていうことはちょっと結構大変なんですけど、はいはい、私はプロットがあるので一からできるので、はい、そこから広げて書いてます。ちなみに作詞するときってはもう創作モードに入ってやるんですか、それとも普段あの生活の中でボン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 ちょっとずつ浮かんでくる感じなんですかね。いや、もうモードに入ります。あ、もう作る、創作モードに入って作るって感じですか。はい、あ、結構今までどれくらい作詞をしてるんですか。作詞でも、はい、漫画家と同じ感じで、はい、途中までのやつが十何個あるんですけど、はい、これどうやって広げようっていうのが結構溜まってて、はい、やっと、秋にまた2枚 CD 出させていただくんですけど、はいはい、そうですね、で、あの書こうと思ったら、はい、いくらでも書けるけど、はい、打作になってしまうので、はいはい、じゃあ結構ボツになった作品も多いんですか。多いです、すごく多いです。ちなみに今その漫画家の話だったんですけども、はい、今その昔のヤヤさんの作品ってどっか見ることできるんですか。あ、できるのかな。発売はされたんですかね。あの発売はされたんですけど、紙媒体だったので、はい、あ、はいはい、はい、あ、もう絶版になってるんじゃないかな。はいはいはい、ちなみにどんなジャンルだったんですか。あのティーンズラブっていう、はい、あのボーイズラブ、ガールズラブ、はい、ボーイズラブ、BL、はい、ガールズラブ、GL、はい、ティーンズラブ、TL っていうジャンルがものすごい流行った時期があって、はい、まだボーイズラブは全然流行ってると思うんですけど、はい、ティーンズラブが流行った時にスカウトされたので、はい、あのティーン向けのちょっとエッチな少女漫画を書かせていただきました。なるほど、ありがとうございます。次の質問なんですけど、はい、これまで聴いてきたアーティスト曲って何かありますかね。アーティストの曲、はい、ものすごいのめり込んだのは、はい、コッコ。あ、はいはいはい、ここで、はい、とあと椎名林檎さん、はい、とコッコにさんつけなかった、はい、コッコさんと椎名林檎さんと、はい、ですね、あとアイコとかも結構好きだったりとか、あ、はいはい、あんまし明るくポップでわーいっていう曲は聴いてこなかったっていう感じです。コッコさんにかなりのめり込んだって今聞いたんですけど、はい、どの辺に惹かれましたかね。いや、もう歌詞に共感しまくるっていう感じ。もう歌詞ですか。はい、あ、はいはい、結構やっぱ奥深い歌詞というか。そうですね。あ、じゃあその歌詞にやっぱ惹かれ、歌詞から入ったという感じなんですね。じゃあね、まあ、メロディももちろんいいと思うんですけど。あ、そうですね、はい、歌詞からですね。歌詞からコッコは、はいはい、あと結構ね、パフォーマンスもかなり個性的ですもんね、コッコ。だから、コッコを見て、あの、育ったまではいかないんですけど、はい、コッコを見て、あの、過ごしたので、ライブとかでも、はい、コッコ裸足で歌うんですけど、あ、そうですね、私も裸足で歌っ
そう、ツイッターの写真とか結構ね、裸足、あ、そういうことなんですね、あれは。あのね、一回ちゃんと靴履いて歌ったんですね、はい、まあボイトレでなんですけど、はい、うん、めちゃくちゃうまくいかなくって、はい、やっぱり裸足じゃないとダメなんだなと思いつつ、はい、あのやっぱ靴あった方が可愛いじゃないですか、はいはいはい、だからあの克服したいなって思いつつ、はい、あのこの前のカラオケイベントは、はい、靴下の、はい、あの足の裏のところを切りましたね。あ、それもアイドル活動を始めた時からもう最初の方から比較的裸足で活動してたんですか。はい、ずっと裸足で。あ、ずっと裸足で。あ、じゃあもう裸足がもう名物というか、だいたいライブはもう裸足。はい。あ、じゃあそういう由来があったってことなんですね。あ、ありがとうございます。はい、やややさんの好きな音楽のジャンルってどんなジャンルが好きですか。ジャンル、昔は洋楽も聴いてたんですけど、はい、アブリル・ラビーンとか。あ、はいはいはい。今はアイドル系になって、はい、アイドル系になってでもたまにカラオケに行った時にコッコを歌ったりして、はい、やっぱりコッコいいなと思ったりとか、はい、シーナリンゴさんを歌ったりして、はい、やっぱりシーナリンゴさんいいなと思ったりするんですけど、はい、地下アイドル始めて、はい、あのパフォーマンスの仕方とかを勉強したいのもあるので、はい、あのハロプロさんメインで聴かせてもらってます、うん、はい、ありがとうございます。一番好きな曲って一曲選んでくれって言ったら何選びますか。これはあの、はい、あれですね、コッコさんのレイニングが一番かなと、はい、あ、それもやっぱりどの辺がやっぱ歌詞ですか。歌詞です。レイニング歌詞です。それもシングルで出てるんでしたっけ。アルバム入ってるやつなんですか。いや、シングル、あ、シングルカット、あ、シングルも出てます。 2曲目だったかな。あ、カップリングで、いや、はい、ないものの次に出た曲だったと思うんですけど、それが一番もうナンバーワンだ、はい、奈々さんの中で、ヤヤさんの中でナンバーワン、はい、ありがとうございます。アイドル活動を続けていて楽しい瞬間とか幸せに感じることってどんな時ですか。今ちょっとライブあんま出れないから、はい、本家系メインで、はい、カフェがメインであの活動してるんですけど、はい、作ってた手料理食べてもらったり、あ、はいはい、っていうのがあの主催をしてるので、はい、楽しかったりとか、はい、この前あのカラオケライブをやらせていただいて、はいはい、それで歌ってみんなコールしてくれたのがすごい楽しかったなとか。あ、はいはい、あれですか、ややさんは自分で料理も作るんですか。あ、料理は、はい、親が共働きだったので、はい、子供の頃から作ってて、あ、作ってて、はい、じゃあコンカフェでも自分でも作るという。はい、全部自分で、あの前日にお昼から配信つないで料理配信どうするよって、はいはいはい、ちなみに一番得意な料理って何ですか。一番得意かどうかはあれなんですけど、はい、あ、オムライス、はい、あ、ちょっと最近ね卵高くてちょっと大変ですけどね、卵そうなんですね、ちょっと値上がりしちゃって。そう、 ありがとうございます。次の質問なんですけど、今度は逆にアイドル活動でも私生活でもいいんですけども、はい、苦労したこととか大変なことって何かありますか。苦労したこととか大変なこと、はい、苦労はライブに出たいんですけど、はい、あのお誘いがない、はい、あ、はい、苦労しているところというか、はいはい、うん、ですね、あ、私生活は特にはないですか。大変、今大変だなとか苦労、私生活、はい、私生活は、はい、あの、あ、ちょっとあれ私生活じゃなくなっちゃうんですけど、はい、今ギター始めて、お、はいはい、でこの前のカラオケコンカフェで、はい、のチェリーを披露したんですけど、はい、で次回また披露するって言って、はい、オリジナル曲がちょうど5月に出るんですけど、はい、あと
タイトルが5月の風っていうタイトルなので、はい、ぴったりだなと思って、はい、それ弾き語りしたいって言って先生に言って、はい、コード書いてもらったんですけど、はい、全然難しくって、こことこことこことここを押さえたら音が出ないけどこれは本当なのかみたいな感じで、はいはい、先生に早く聞きたいって思うんですけど、はい、ちょっとあの予約がなかなか取れなくて、はい、5月に間に合うかも。あ、やっぱギター難しいですか？前回のチェリーはすごく簡単にしてもらって、はい、2本指だけので押さえるだけにしてもらう感じの改良をしてもらったんですけど、はい、それでも2ヶ月かかって、はい、やっとなんとかちょっと形になったかなぐらいだったので、はい、もう今回のは先にやっぱできませんって言おうかな。あ、はい、もう初めに行っちゃうと、もうちょっとあの期待、みんなみんなってそんな多くないんですけど、はい、あの期待してるねって結構言われてるので、はい、期待しないでやっぱやめるって言いたくなってますね。あ、はいはいはい、今あ、それがちょっと今苦労してるところなんですね、はい、ありがとうございます。気分が落ち込んだ時とかはどうやってそれを奮い立たせてますかね？あ、それもさっき言った、はい、YouTube のお笑い番組を、お笑い番組というか、はい、ライブトークだとか、はい、コントだとかを見て、はいはい、リフレッシュする。あ、笑ってリフレッシュ、はい、はい、もう笑ってリフレッシュして、そういうちょっと気分が落ち込んだ時はちょっとテンション上げていくって感じなんですね。そうですね。あ、ありがとうございます。ヤナさん、今夢ってありますか？夢、はい、夢はあれ、あのライブの一番トリになりたいなと思って。あ、はいはい、大鳥になりたいなと思って、はいはい、鳥はあるんですか？ない、全然ないんですよ。大鳥も、ま、鳥もまだなくて、まだ全然、まだトップバッターぐらいの勢いなんで、はい、まだまだ全然なんですけど、はい、みんなに応援してもらって、はい、あの応援してくれる人がどん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 増えてきてくれたら嬉しいなっていう感じで、はいはい、じゃあどんどんファンを拡大していって大鳥を取るのが今の夢ということですね、はい、あとライブも、はい、他も主催してるんですけど、はい、ライブも主催したいなと思って。あ、ライブの方も主催が好きですね。あ、そう、じゃあ結構主催がメインというかもう多いんですね、今ね。結構あのモデルやってた時っていうかまでやってるんですけど、はい、モデルもの時も、はい、自主企画で撮影会、はい、自主企画でこう主催してやったりとかしてたので、はい、主催とか企画とかっていうのがすごく楽しくて好きで。あ、はい、ありがとうございます。好きな食べ物は何でしょう？好きな食べ物が何個混ぜちゃっていいですか？ない、大丈夫、はい、お寿司とラーメンと、はい、お肉と、はい、馬刺しが好きです。お、はいはい、じゃあもう 和食でも洋食でも結構何でもって感じなんですね。そうですね。あ、はいはい、じゃあその今挙げてもらったのがもう好きと大好きと、はい、大好きです。 ありがとうございます。じゃあ次はあの好きな飲み物、アルコールも含めてでないんですけども、何がいいですか？飲み物、はい、メロンソーダ。あー、はいはいはい。カラオケに行ったら、フリーでカラオケに行ったら、はい、ドリバーは必ずメロンソーダにしてしまう、うん、はい、感じなんですけど、メロンソーダってなんかあんまり売ってないじゃないですか、はいはい、メロンクリームソーダなら売ってるんですけど、はい、メロンソーダだけが売ってない感じで、はい、だからもうあってメロンソーダで飲めるとかメロンソーダで行こうみたいな感じで、はい、ちなみにアルコールはあんまり飲まないんですか？あんまし飲めないです。あ、飲めないですね。結構ガールズバーで働いてた時とかあるんですけど、はいはい、どんどん弱くなっちゃったっていうのかな、はいはいはい、あで今もうほとんどアルコールはちょっと飲まないって感じですね、はい、あの主催してるカフェバーも、はい、あの私用にシャンメリーを持っていくみたいな、うん、あ、なるほど、用意してくれるんですね、はい、はい、ありがとうございます。好きな動物は何でしょう？好きな動物はあの猫アレルギーなんですけど、はいはい、アメリカンショートヘアの
子猫、大きくなっても子猫だ。好きです。猫アレルギー、はいはい、猫アレルギー、アレルギーだけどやっぱ猫が好きと。あ、でも、はい、触ったりとかは絶対できなくて。できないですね。もう本当に花粉症の10倍ぐらいになっちゃうので。あ、はいはい、うん、あ、犬は、いや、犬と猫だったらやっぱ猫派なんですか。猫派です。犬はそんなに魅力を感じないかな。猫、はい、はい、あとはあの小猿、はいはい、あの猿山をずっと 見てられるみたいな。はいはいはい。あ、猫どの辺が魅力ですか。猫は、はい、もうあのアメリカンショートヘアに限るみたいな感じなんですけど、はい、大きくなった猫はそんなにあの申し訳ないんですけど、はい、魅力感じなくて、はいはい、目がやっぱクリッとしてて、はい、赤ちゃんで、なんかもう、はい、本当に全部が可愛いっていう感じなところが好きですね。飼ったことないので、ここがこう具体的に好きっていうところが挙げれないんですけど。はいはい、なるほど。今までその猫、なんでもいいんですけど、動物は飼ったことあるんですか。動物は、はい、インコ、セキセイインコを飼ったことがあるんですけど、はい、それもアレルギーになるからって言って、親が、はい、あの近所の人にあげちゃって、はい、ずっと貸しただけだよ貸しただけだよって言われてたんですけど、はい、あげちゃってて、はい、嘘つきって言って、はい、っていう感じで、はい、ただちょっとだけインコを飼ったことがあって。それ以外はじゃあ特にペットは飼ったことはないですね。ないですね。 ありがとうございます。ヤヤさんが今一番大切にしている宝物って何かありますか。宝物、はい、宝物は物理的なもの。何でもいいです、はい、あの友情。あ、はいはい、はい、北海道のお友達がいるんですけど、はい、その子との友情が一番宝物なんだなって、はい、あの17の配信ライブで知り合ったので、はい、あの距離遠いんですけど、はい、いつもネガティブな LINE をしたら、はい、絶対ポジティブになるように返事が返ってくるので、はい、すごい助かってるし、はい、すごいあの大事ですね。あ、でも結構付き合いは長いんですか。そうです、1回しかまだ会ったことないんですけど、はい、付き合いは1年始めて2年くらいかな、はい、からそのくらいですかね、はい、ほぼ同期なので。同期、あ、はいはい。その方もアイドル活動やってるんですか。はやってないんですけど、はい、一応メイド喫茶で働いてた時とか、コスプレイヤーさんで、はい、撮影会モデルとか、はい、あの歌が下手だからライブには出たくないっていう感じの子で、はい、あの地下ライブだけあのこう交わってないんですけど、はい、あとは結構共通点があるので、はい、話もあって、はい、すごい相談に乗ってもらってて、はい、すごく大好きな、大好きな、はい、ありがとうございます、最後になるんですけども、はい、ややさんの告知をじゃんじゃんおっしゃってください、はい、告知、ひなせや、ただおなやって生きてます。地下アイドルと撮影会モデル、ドライブに呼んでいただく、出るようになって、ライブに出れるようになったら、ぜひ生で会いに来てくださると嬉しいです。あと月1でカフェバンの方も主催でやってるので、そちらの方も遊びに来てくださると嬉しいです。あと月の時にカラオケイベントもやってるので、そちらの方もぜひ、マスクの上からだと、あ、マスクも外すのかだと、コールも OK なので、あのぜひぜひ遊びに来てくださると嬉しいです。と SNS は何かやってますか。 SNS は Twitter とインスタもやってるんですけど、はい、インスタちょっとあのついていけなくなっちゃったので放置してて、はいはい、だから Twitter だけですね。あ、
4月の近々でなんか予定って何かあります？4月ですか、はい、近々、はい、7日に、はい、立川でライブがあります、はい、あ、はいはい、それはチケットは、まあ、前売りとかあるんですかね？その辺がちゃんと聞けてなくって、はい、でも値段書いてなかったからどうなんだろうな。それはじゃあヤンヤさんの SNS をあのツイッターとかチェックすれば情報は出てきますからね、はい、検索すれば出てきます、はい、じゃあ今日はひなせヤンヤさんに来ていただきました、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。Thank you.